ね、四股踏んじゃったさんとのタイアップです。今ディズニープラスで配信中のお相撲さんのドラマです。お相撲さんのポーズいろいろあるじゃん。めちゃめちゃ下半身に効くの。足痩せもするし、骨盤の歪みにも効くし、ウエストもねキュッてなる。大きい筋肉しっかり使ってるから代謝もアップする。めちゃくちゃすごいんですよ。なので今日足痩せトレーニングをやりたいと思ってて、そこにお相撲さんの動きをプラスして今日足痩せトレーニングをしていきたいと思います。超いいからぜひ一緒にやってみてください。それではレッツゴー。はい、まずはね、ドスコイ運動60秒やっていきます。3つのポイントを意識するともっとさらに効果が上がるから、ぜひ意識して。まず脇を締める。脇を締めるっていうのは脇の横に手を置いてやってください。そうするとね、肩甲骨も使えるんだ。これが肩甲骨って普段全く使わないから、ここで血行をバッと流して背中や背にもつなげましょう。あと猫背改善にもなるよ。で、2つ目、お腹に力を入れてやってね。姿勢大事。お腹に力を入れてやってください。そしたらお腹痩せにもつながります。そして3つ目、引く足を大きく引いて、そうするとお尻も使えるよ。大きく引いて、はい、ここで汗がじんわり出てきたら大正解。息もね、ちゃんとしてね。はい、残り10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1、 OK。 そしたら次の動きに入っていきます。はい、これはよっこら小1です。今つけた。よっこら小1は2つのポイントを意識してやってみてください。そしたらそれだけで効果が上がる。最高。はい、1つ目、目線はまっすぐ。前かがみになるとね、使いたい足の筋肉が使えないから目線はまっすぐ。で、2つ目、ここ天井を見て、手をね、ウィーンってウィーンって伸ばすときに天井を見て、ここここ天井を見る。そうするともっと背中がグッと使えるし、胸もね、胸のストレッチにもなるから、とってもとってもおすすめです。めちゃめちゃ気持ちいいし、おすすめで、これ私さ、このトレーニングやった後、次の日めちゃめちゃ足びっくりするぐらいすっきりしてて、え、なんでだろうって思ったら、やっぱり股関節、あのね、鼠径部っていうところしっかり使えるよね、このトレーニングたちって。だからもう次の日バカすっきりするから、ぜひもうこの今6個あるじゃん、動きが3つだけでもいいからやってほしいぐらい、ほんとすっきりする。あ、あと5秒、4、3、2、1、OK。 はい、そしたら次、これ四股踏みって言います。お相撲さんの四股踏みを実際に一緒にやってみましょう。これかなりね、かなり疲れる。簡単それ見てめっちゃ疲れる。一緒にやってみよう。はい、まずね、ぐーっと下がって体重移動させて、足をぐっと大きく上げて、もうそれだけ意識してみて。で、もしできない人は足をね、上に上げるバージョンも作ったんで、できない難しい人はこっちをやってみてね。ぐーっと大きく、なるべく大きく上げる。10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1、 OK。 はい、そしたらあと3つだけやっていきましょう。さっきの繰り返しだね。はい、ドスコイ運動を60秒やっていきます。60秒間ね。さっきの意識する3つ覚えてる？脇、お腹、足を大きく引く、この3つ。いきます。せーの、脇、はい、ねじって、どすこい、どすこい、どすこい。はい、ちゃんと息してね。脇締める。お
お腹力入れてる？お腹力入れて、きついけど頑張ろう。大きく足を引く。いいよ、明日の朝すっきり、もうほんとね、軽っっていう足が待ってるから頑張ろう。これはちょっと楽しかったな。きついというよりはこれは楽しいから、息してね。あと10秒。9 8 7 6 5 4 3 2 1。 OK、 いいよ、次の動きあと2つ。はい、よっこら小1いきます。はい、よっこら小1は2つのポイント。目線は前、ウィンがチャンスするときは天井しっかり見る。この2つをしっかり意識してみよう。いきます、ウィン下がって、よっこいしょ、天井を見る、天井を見る、腰、ウィーン、オッケー、目線を前、はい、天井を見る、天井を見る、ウィーン上がる、いい感じ、ちゃんと息してね。え、これ3つの動きあるじゃん、これが一番きつくない？これさ、最初の方、あ、楽ちん、なんかストレッチになってもいいなってなるじゃん。最後の方めちゃきつくない？ここら辺からきつくない？頑張れ、明日朝すっきりした足待ってるよ、頑張れ。よいしょ、ウィーン、てて、天井、天井、腰、ウィーン、いい感じ。はい、あと10秒。9 8 7 6 5 4 3 2 1。オッケー、ラストの動き、ラストいくよ、四股踏みいくよ。はい、これは意識するのは体重移動で、足をできるだけ大きく上げること、この2つをポイントでやっていこう。いきます、60秒。せーの、下がって下がって、体重移動、足上げる、大きく上げてみて、ナイス、なるべく大きく。これくびれもね、しっかり使ってるからね、最初言った通りくびれにも効くから頑張れ。しっかり体重移動させてから足を大きく上げる。え、これもね、後半ちょっときつくなってくるんですよ、頑張れ。明日の朝すっきりした足待ってるよ、頑張れ。ちゃんと息してね。10 9 8 7 6 5、あと少し、4 3 2 1。 OK、 はい、スクワットの動きなんでね、しっかりストレッチしていこう、さらに効果上がるよ。はい、トレーニングでね、たくさん噛んだ、トレーニングでたくさん使った股関節をカエルちゃんで癒していきます。30秒。ちゃんと息してね。トレーニングでもストレッチでもしっかり股関節を使って癒してるから、本当にね、足のゴミすべてバッて流れるくらいの勢い、なんか次の日マジで足すっきり。あと10秒。9 8 7 6 5 4 3 2 1。 OK、 はい、次はね、裏ももを30秒伸ばしていきます。自分の手前にグーって寄せてあげる感じを、まあ、ちょっと意識するともっと裏ももが伸びてくれます。あれ、2個目のね、動きで結構裏もも使うから、ここで癒してあげましょう。あと5秒。4 3 2 1。 OK、 はい、そしたら反対も同じように手前にグーッと引いてあげると
裏ももがさらに伸びる。そういえば伸びるアイスって美味しいよな。あれ沖縄にトルコアイスが売っててさ、昔スーパーカップのバニラに納豆入れてやるくらいトルコアイス大好きで、なんか懐かしいなって思って見てたけど買わなかったな大人になるとね、想像でお腹いっぱいになっちゃった。あと5秒、4、3、2、1、 OK。 はい、そしたらぐーっと膝を抱える感じです。これもね、手前にぐーっと寄せてあげる、もうグッとグッとギュッて抱っこする感じかな、足をギュッて抱っこする感じをしてあげると股関節に効いてくれるから、とってもとってもおすすめ。今回と股関節しっかり使ったからしっかり癒しましょう。And ain't nothing I got safe though, 'cause when the money go wild, everybody get a piece, but it's looking like I ain't on the payroll. Got a plan made out of play. 4、3、2、1。反対。これもうほんと目つぶってリラックスしながらやってみて。すんごい気持ちいい。気持ちさ2倍。気持ちさ100倍って言ってもいいぐらい気持ちいい。本当に力抜いてやってみて。あと10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1、 OK。 はい、次も股関節のストレッチ。もうあぐらでそのままもう力抜いて目つぶってリラックスするだけ。めちゃくちゃ気持ちいい。これ寝れる。このままリラックスしてください。あと5秒、4、3、2、1、 OK。 あと2つストレッチやろう。はい、最後のストレッチはふくらはぎのストレッチ。30秒。スクワットの動きが多かったからふくらはぎをねしっかりストレッチしていこう。ふくらはぎは普段ね、あの毎日毎日使う筋肉ちゃんなんだけど、癒してあげることがね少ないから、ここでねしっかり癒してあげよう。息してね。あと5秒、4、3、2、1、 OK。 したら反対のふくらはぎでおしまいだよ。頑張ろう。リラックス30秒。ぐーっと、あのね、かかとを床につける勢い、勢いってなんだ、床につけるのを意識するとすっごく伸びるよ。息してね。リラックスだよ。はい、あと5秒、5、4、3、2、1、 OK。 おしまい。お疲れ様でした。よく頑張った。帰ってきました。皆さんお疲れ様でした。3つねトレーニングがあったと思うんだけど、最後にやったトレーニングが四股の肩っていうんですよ。四股踏みっていうんだけど、お尻もね使うし、お腹も使うし、いろんな筋肉めちゃめちゃ使うんですよ。お相撲さんってすんごい軽々やるじゃん。めちゃくちゃすごいなって思いました。四股踏みってさ、すごいさ、股関節のさここを使うからさ、ここってさゴミが溜まりやすいじゃん。だからしっかりバッて流してくれるのか、次の日めちゃくちゃ足すっきりするから、これからも四股踏み私はねガチでやる。本当にびっくりするぐらいすっきりした。だからね、みんなもぜひ一緒にやってみよう。それで今回のドラマなんだけど、私先行で見させてもらったんですよ。青春のね胸熱ストーリーなんですよ。すんごい面白いの。崖っぷちのね大学生が主人公で、めちゃくちゃ相撲バカで、他のことはすごいポンコツなヒロインさんがねいるんだけど、仲間たちも個性的なの。ボディービルダーとかバレエダンサーとか e スポーツとかやってた人が仲間にねいろいろいて、その人たちがぶつかっていく中でね、すごい大きなね勝
になるんだよ。でそれがねもうめちゃくちゃ胸熱で、名言も多いの。人生に迷ったら思考を踏めとか、今しかねできないことは本気でやってみなとか、面白いんだけどなんかすごいね記憶に残る、ハッとさせられる名言がめちゃめちゃ多い。自分の居場所をね見つけて前進していくのが、人間ってやっぱりさ居場所がさ必要だし、めちゃめちゃね大事なんだなってすごいね考えさせられました。でこのね四股踏んじゃったっていうドラマは10月の26日からディズニープラスで独占配信中なので、ぜひねみんなも見てコメントで感想を教えてください。ということで最後まで一緒にやってくれてありがとう。おつひな、バイバーイ、またね。みんなやっほー。なんと私が組んだガチ痩せメニューが探さなくてもそのまま飛べちゃうサイトができました。概要欄に書いておくから、ダイエットの効率をさらにもっと上げるためにぜひ使ってみてください。でさ、みんなってインスタやってる？みんなのね DM 返したりいいねしに行ったりできるから、私めっちゃインスタ好きなんだけど、レシピとかウェアとか美容についてたくさんアップしてるから、ぜひ覗きに来てみてください。それではおつひな、バイバーイ。